こんにちは、パラフです。今日はですね、こちらのシャオミとライカが協業して作ったスマートフォン、シャオミ14ウルトラを1ヶ月使ってみて感じた、本音をですね、お話ししたいなと思っております。まず結論からお話しすると、このスマホめちゃくちゃ大満足してます。というのも、やっぱりカメラ性能が過去一素晴らしいなと思っていて、これを使った後に他のスマホで写真を撮ると、もう差が激しすぎて、あんまりね、やっぱ写真を撮るならもうこれ以外考えられないなっていう感じになっています。で、まあそれぐらいね、すごい綺麗な写真が撮れる素晴らしいスマホになってるんですけれども、まあ欠点も本当にね、ちょっとではあるんですけれども、あるはあります。なので、その辺もしっかりとお話ししていきたいなと思っております。しかもね、この14ウルトラ、ついに日本国内の販売が決定しました。なので購入を検討している方も多いんじゃないかなと思います。なのでぜひですね、最後まで動画をご覧いただければなと思います。はい、ということでまず先に僕が普段ですね、Xiaomi 14 Ultra をこの1ヶ月どういう風に使ってきたかっていうのをお話ししたいなと思っています。基本的にはメインスマホとして使っていました。LINE とか、その他のアプリも全部ね、こっちの方に移してメイン利用していました。なのでスマホとしてもガンガン使っていたし、カメラとしてもガンガン使っていたっていう感じですね。で、お財布携帯が非対応なので、そこだけね、非常に困ってたんですけれども、Apple Watch をもうつけて、ペアリングは、まあちゃんとね、できてはいないんだけれども、Apple Watch の方で Suica ピッとかやったりね、クイックペイピッてやって、こっちの方ではもう割り切って Visa のタッチ決済だけ使うみたいな、そんな感じでですね、運用していました。まあ、なので結局まあお財布携帯には非対応ではあるんですけれども、そういうふうにスマートウォッチと併用することで、まあそこまで不便なく使うことができたかなという印象はあります。で、今ねこうやって置いてあるようにフォトグラフィーキットを装着している状態ではあるんですけれども、実はですね、僕はフォトグラフィーキットは写真を撮る、もうがっつりね写真を撮る時以外は外していました。なので基本的に裸運用していたんですよ。はい、こんな感じで裸運用して使っていました。で、今は TPU 製の保護フィルムを貼ってるんですけれども、ちょっと前まで実はですね、フィルム一切貼っていない状態で使っていました。ディスプレイの耐久性も見たかったので、ちょっとね、わざとね、剥がしていたんですけれども、そしたらね、やっぱりディスプレイはね、ちょっと傷がつきやすい印象で、そこそこに傷がついてしまったんですよ。もう、後には戻れないなって思って、今更なんですが、本当に2日ぐらい前にフィルムを買って、改めてね、貼り直したという感じとなります。なので、初期フィルムはなるべく剥がさない方がいいですし、剥がしてしまったんだとしたら、フィルムはね、絶対に貼り付けた方がいいと思いますので、そこはね、皆さんね、ご注意ください。そして、ケースも一切つけていない状態で使っていました。これね、なんでかっていうと、やっぱフォトグラフィーキットつけるとちょっとね、分厚くなるし、幅も広がっちゃうので、個人的には写真をがっつり撮るとき以外っていうのは、基本的に薄く細くいてほしいなって思っているので、この状態で使っていました。で、カメラバンプがでかいから持ちにくいんじゃないのって思われる方もね、多いと思うんですが、これがね、意外とですね、持ちやすさがあるんですよ。というのも、側面がラウンドしているので結構フィット感があって薄く感じられます。 iPhone の15 Pro Max と比べてもサイズ感はほぼほぼね似てはいるんですけれども、 iPhone はちょっと角張っているので僕はね個人的に持ちにくいなって思ってはいるんですけれども、 Xiaomi 14 Ultra は側面がラウンドしている関係で結構細く感じるし持ちやすいという印象です。そして持った時にカメラに指がこう当たって指紋ベタベタにならないみたいな話もねあるかなと思うんですが、これもねうまく設計されてまして、実はこれ配置をよく見ると4眼がこの四隅にあるんですよね。で、真ん中はフラッシュライトはあるとはいえ、そこまで指が被っても大きく影響する部分ってあんまりないんですよ。なので僕はもう持つ時にカメラをこう避けるんじゃなくて堂々とこの辺にも指置いちゃって持ってます。こうすることで結構ねフィット感はありますし、ホールド感もあるので落下する心配もないし、カメラもねそんなにこうレンズを直で触ってるわけじゃないんで、そんなに嫌だなって感じは全くないんですよ。なので僕はねこういう風に持ち歩いていました。で、基本的にもうこの状態でストリートスナップパシャパシャねやってましたけれども、がっつりと丁寧に写真撮りたいなって時だけこのフォトグラフィーキットを活用しています。つけてみるとまあ、こんな感じでね、もうかなりかっこいいフォルムになるんですよ。で、ここ押しながら回すとリングが外せて着せ替えができます。これが今ねオレンジのものをつけてるんですけれども、シルバーのものもあります。そしてシルバーのものともう一個ねこういう分厚めのものがあって、
これに関してはフィルターが付けられるんですよね。確か67ミリ系かな、67ミリ系のフィルターがこうやってね装着できてしまうんです。なので僕は今この UV のフィルターをつけていまして、これをこのフォトグラフィーキットにですね、本当にカメラのレンズをつける感覚でカチャッとつけるとこんな風な見た目になります。なのでこれにグリップをつけると完全にパッと見はコンデジになるというかっこよさがあります。でね、ちょっと面白いのがこういう 67mm 系に適したねレンズキャップ、なんとこれねつけられるんですよ。こんな感じでこうすると完全にもうカメラですよね。もうこれスマホとは全く思えない見た目になります。なので本当にねこうレンズをしっかりと保護したいって方は 67mm 系に対応したレンズキャップを購入してはめ込むことをねお勧めします。こうしておけばねもう間違いないですね。でなんならライカのキャップをねはめるとライカのカメラみたいになるので、そういう風に運用することをお勧めいたします。そして気になるこのストラップ、これですね、基本的にフォトグラフィーキットのバッテリーグリップ部分っていうのはこういうタイプのストラップっていうのは基本的に装着はできないんですよ。というのもストラップホールが本来は埋め込まれているからなんですね、奥の方に。でこれをどうやって取り付けたかっていうと丸カンを使用しています。こんな感じのちっちゃな丸カンをですね、ここ結構通すの難しかったんですけども、器用にこう通して頑張って通して、この丸カンに対してこういうストラップを取り付けているっていう状態です。でこのストラップはトポロジーっていうメーカーのストラップでして、これねハンドストラップですね、短いやつ、こういうのもつけたり、あと時々気分に合わせて色を変えたりとか、あとはねこれショートストラップですけども、トポロジーねこういうポーチもね作っています。でこれがロングストラップになっているので肩掛けができるんですね。いわゆるスマホストラップってやつなんですけれども、こういうロングストラップを取り付けるとこんな感じでおしゃれにですね、まあ肩掛けしながら斜め掛けしながらこのカメラスマホを持ち歩くことができるっていう感じになります。なのでファッションアイテムとしてもかなりね素晴らしいなと思っています。すごくおしゃれに持ち歩くことができるのも Xiaomi 14 Ultra の特徴です。でなんだかんだ1ヶ月本当にねまるっと使ってきましたけれども、丸カンが壊れて外れるってこともないですし、ストラップが揺れた際に外れるってこともなかったので、割とこの運用方法ありなんじゃないかなと思っています。ただしバッテリーグリップのここにロックボタンがありまして、ロックをしていない状態だと確実にスマートフォンを落としてしまうので、必ずねこのロックをねしてください。ここだけね絶対にご注意ください。はい、という感じでまずはね見た目の話をしてきましたけれども、 Xiaomi 14 Ultra 使っていって、まあ、実際にね良かったところをお話ししていきます。まずこのフォトグラフィーキットが優秀すぎるっていうところですね。当初発売した当初はですね、これバッテリーを積んでいるんですけれども、バッテリーグリップを装着すると勝手にスマホ側に充電が始まっちゃうんですよ。で充電が始まってバッテリーグリップ側のバッテリーが減っていくと、この反応がね鈍くなるっていうバグみたいなデメリットがあったんです。それがまあアップデートによって解消されたので、ほぼほぼもう欠点はない状態になりました。でこのですねズームのインアウトとかできたりとか、露出の、補正ができたりとか、あとこれ F 値に切り替えることもできたりします。そしてレックボタンもあるし、シャッターボタンも半押しでフォーカス、そして押し込みでシャッターを切るっていう風に、もう本当にね普通のカメラのような扱いができるグリップなので、かなり扱いやすいなという印象があります。そして長押しするとカメラが起動するので、もう即座に撮影を開始することができるっていうのも非常に嬉しいポイントです。そして他のいいところで言うと、このカメラ UI が非常に素晴らしいというところですね。分かりやすいし高機能っていうところがねいいです。アイコンも明確だし、この書いてあることもね全然分かんないってこともないので、使って慣れていくと快適に扱うことができます。そして個人的におすすめがこのファストショットっていうモード、これ何かっていうと、もう自分好みの設定を維持した状態で撮影することができるっていうモードになってます。例えばちょっとこうコントラスト強めで彩度高めでノイズが入ってる状態で撮影するとか、なんかそういったね設定とかがプリセットできるので、好みの色合いっていうのを保持しながらね撮影することができます。あとこのビューファインダーみたいな感覚になるので、これが本当のライカのカメラ使ってるような感覚にもなるっていう UI なので、結構ね撮る楽しさがあります。そして動画撮影が非常に優秀というところ、これねプロモードでログ撮影するととんでもなく綺麗です。 4K の60 フレームもいけるし、ログじゃなければ120までいけます。
まあ120フレームね、僕使うことないんであんまりね用途はないんですけれども、こういうねログができるので、ラットを直で当ててプレビューしながら撮影することができる。まあそういうねメリットがあるかなと思います。なので全体的に作り込みがね非常に素晴らしいです。そしてね、肝心のOS、ハイパー OS っていうのが搭載されているんですけれども、これが結構人によっては癖が強すぎて使いづらいっていう方も多いんですけれども、僕はね本当に真逆の意見でして、一番ね Android の中で好きです。あの過去一使いやすい OS だなと感じています。まあ厳密に言うと OS は Android なんだけれども、カスタム UI みたいなのが入っていて、それがハイパー OS っていうものが入っている状態なんですけれども、もうねパッと見は iPhone なんですよ、完全に。まあ、完全にって言うとちょっと違うんだけれども、iPhone っぽい見た目をしています。なので、アプリケーションのこの開く、閉じるみたいなアニメーションも非常に滑らかで、シームレスですし、全く違和感がないです。うん。こういうね、挙動がね、一個一個素晴らしいですよ。なので僕は個人的には iPhone のね iOS よりはこっちの HyperOS の方がカスタマイズ性もすごく多いし高いし、結構そのかゆいところに手が届いた iOS みたいな雰囲気なので、どっちかというとこっちの方が好みです。うん、使い勝手がいいなと感じています。はい、そしてその他のメリット、いいなと思ったところ、これがですね、まあ当然ね、カメラ性能なんですよ。さっきまあ動画の性能とかも非常に高いよとかね、カメラのアプリの UI いいよって話したんですけれども、とにかくこのレンズが素晴らしいです。まずね、そもそも1インチセンサーを積んでる時点で、それは綺麗だろっていうのは、ね、当たり前なんですけれども、僕が最もいいなって思った点は、3.2 倍の望遠レンズになります。どれかがね、望遠です。これが5倍の望遠なんですけれども、まあ、3.2 倍望遠というのがあります。その望遠レンズがもはやね、実質この Xiaomi 14 Ultra のメインレンズなのではないかっていうぐらい、本当にね、素晴らしい描写が撮れてしまいます。例えば、こんな感じ。今からね、作例どんどんお見せしていくんですけれども、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ 3.2 倍望遠って、まあ通常の他のメーカーのスマホだと、どっちかというと広角レンズの方に力を入れて、超広角がその次。で、その次ぐらいに望遠みたいな順番でプライオリティが決まっていくスマホがね、多いかなって印象なんですけれども、Xiaomi 14 Ultra は、まあ、基本的にどのレンズもスペックに妥協のないものになっているのは当然で、3.2 倍と5倍の望遠がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、特に押したいのは 3.2 倍望遠。まあ今ご覧いただいている写真が 3.2 倍で撮ってるんですけれども、まあ、そもそも解像感めっちゃ高いですし、望遠で撮ってるので圧縮効果っていうのが得られて、他のスマホだとなかなか撮りづらいような絵っていうのが簡単に撮れてしまうんですね。そしてなおかつ、この 3.2 倍望遠、テレマクロに対応しています。テレマクロは望遠レンズを使った近距離撮影なんですね。なので、すごく背景ボケを活かしながら、もちろん手前ボケも活かしながら、近くのものを捉えることができるっていうのが特徴なんですけれども、この Xiaomi 14 Ultra の 3.2 倍望遠のテレマクロがとにかく綺麗です。こんな感じで、めっちゃ寄れますし、めっちゃボケます。なので、本当にね、手軽に一眼レフクオリティが手元で撮れてしまうっていうのがね、素晴らしいんですよ。拡大してもね、こんなに綺麗です。恐ろしいですよね。そして、物撮りもいけます。こんな感じで、結構そのパラフの X の投稿って、白背景で物がね、真ん中にポンって置いてあって、シャドウが落ちてる写真が多いと思うんですけれども、あれって今までずっと一眼レフで撮ってきたんですよ。で、わざわざ綺麗にライティングして、クリップオンストロボを焚いて、真っ暗な部屋でね、撮影しているんですけれども、今回のこの Xiaomi 14 Ultra を手にしてから、わざわざクリップオン焚いて撮影するってことは、実はね、していなくって、もう Xiaomi 14 Ultra の 3.2 倍望遠で、照明をね、ちょっと大きめの照明を1灯だけ焚いた状態で撮影しています。あとは、基本的にはもうレタッチで綺麗にしていくって作業なんですけれども、このクオリティが手元の小さなスマホカメラで撮れるっていうのがね、もう感動体験でした。なので、自分のその普段やっていた撮影スタイルがこのスマホによって結構変わってきたなという印象があります。それぐらいね、本当に買ってよかったと思える素晴らしいカメラスマホに仕上がってるなと思いました。はい、という感じでいいところね、いっぱい話していきましたけれども、当然ね、欠点もあります。まず、バッテリー持ちが悪いっていうところ。これね、最大の欠点かなと思いました。やっぱりカメラが特徴的なスマートフォンなので、どんどんね、もう外行ってるとパシャパシャ撮りたくなっちゃうんですよ。で、撮ってると、
もうなんかあっという間にバッテリーがどん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 減っていきます。なのでバッテリーグリップつけてるとはいえちょっとね頼りないんですよ。正直これ 1500mAh ぐらいしか確かないはずなので、あんまりねこっから充電したところでそこまでねサポートしてくれないです。なのでモバイルバッテリーは必須アイテムになるかなと思います。まあそれぐらいね、まあ使ってみるとわかるんですけれども、性能は良すぎる分バッテリー持ちが悪いです。なので最近はですね、もうこれをスマホとして使うんじゃなくてカメラとしてもう特化させて使った方がいいんじゃないかなって気づいたので、もうねこの動画を撮ってる時点では iPhone 15 Pro Max が実はね LINE とか入ってるメイン機種、まあスマートフォンとして利用しているって状態で、カメラとして使いたいときはこの Xiaomi 14 Ultra 使ってるっていう状態になっています。まあなので結局2台持ちしなきゃいけないっていうね状況に自分的に陥ってしまったんですけれども、まあバッテリー持ちそんなに気にしないし、モバイルバッテリー持ち歩くよって方にとってはそんなにね気にすることはないかなと思うんですけれども、個人的にはちょっと弱いんじゃないかなと思った次第です。そして欠点その2、発熱問題です。まあこれは他のスマホも同じではあると思うんですけれども、やっぱねこう撮影をしすぎると、特に動画撮影ですね、連続でログ撮影とかしていると発熱がそれなりにあります。結構熱いなって思うようなレベルになったりするので、まあなんだろう、やりすぎるとですよ、基本的な撮影に関してはそんなに発熱感じませんが、ちょっとこう無理しすぎるとそれなりに熱くなります。それによってもしかしたらバッテリーの減りが早くなってんのかなとか思うんですよ。まあ実態はねわかりませんけれども、なのでバッテリー持ちと発熱問題はやや気になるポイントだなという感じがします。はい、そして欠点その3、まあさっきからお伝えしている通りお財布携帯に非対応という点ですね。まあ日本市場ようやく本当に正式発表して非常に嬉しいニュースではあるんですけれども、日本市場ってすごく難しいのがやっぱりこうスイカとかが必須っていう状況なんですよね。まあ最近改札機でビザのタッチ決済対応しているものも増えてはいると思うので、まあ数年後どうなるかわかりませんが、やっぱり現段階で言うとお財布携帯必須の世の中かなと思っています。なのでまあアプローチとかねスマートウォッチで対応していくっていうやり方がまあ個人的には正解なんじゃないかなとは思ってはいるんですけれども、できればこのスマホ自体にも搭載してほしかったなというところが正直なところですね。まあただそれによってコストアップは確実なので、まあコストを抑えて日本で出してきたというのはね、Xiaomiの判断としては素晴らしいのかなとは思います。はい、という感じでいかがだったでしょうか。基本的に欠点はもうしばらくね1ヶ月使ってみて思ったところそれぐらいかなと思います。本当に発熱とバッテリー持ちがちょっと悪いかなぐらいで、それ以外で言うと OS の完成度もめっちゃ高いですし、スマホとしても非常に使いやすいし、カメラ性能は本当に申し分ないなっていうところですかね。今までねそのライカのカメラをがっつりとメインで使ってますっていう方からしたら、まあこれ本当にライカの色味なのとかライカの性能なのって言うと、まあもしかしたらねちょっと違うんじゃないって思われる方もねいるとは思うんですよ。まあただこういう風にライカ数百万とかねするレベルのものもあるので、そんなの買えないよって方にとっては20万円前後で手に入るライカコンデジだと思えば非常に安いんじゃないかなと思いますし、まあそうやってライカとシャオミがですね協業して作ったスマホが国内では流行るっていうのは非常に嬉しいなと個人的にね思っております。そしたらねまとめに入ります。はい、ということでいかがだったでしょうか。 Xiaomi 14 Ultra もう本当に高級コンデジのように扱える素晴らしいスマホに仕上がってるなと思いました。まあさっきも紹介したようにこういう風にねトポロジーのストラップとかをつけるとよりカメラ感が増しますので、あとね落下防止にもなるので、こういうストラップをつけておしゃれに身につけるっていうのも一つありなんじゃないかなと思いました。まとめると Xiaomi 14 Ultra はスマートフォンとしても非常に完成度が高いですし、こうやってフォトグラフィーキットをつけると本当にねカメラのように扱えるので非常に素晴らしい撮影体験が手軽にできてしまいます。なのでカメラとして買うっていうのもありなんじゃないかなと思いました。はい、というわけでこれらのね商品のリンクすべて下の概要に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パラフでした。バイバーイ。